さあ始まりました中島家チャンネルでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ということで今回はですね、はい、エディオンにスティック掃除機を買いに来ました。はい、はい、売れ筋を教えていただけるということなので、お話を伺っていきたいと思います。はい、さあということでございまして、はい、エディオンの祇園店、主任の寺岡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょいとスティック掃除機が欲しくてですね、はい、よろしくお願いいたします。ちょっといろいろあるんで、まあ、売れ筋なんか教えていただきたいなと思うので、うん、はい、売れ筋言ったら、はい、今だいたいこの3台がよく売れます。おー、シャーク、あ、もう書いてあるね。そうそうそう、どんどんどん、シャーク、日立、え、売れ筋ベストワン、ナンバーワンが一応シャークさん。今シャークさん。へえ、これのポイントっていうか特徴、これ軽いのと、はあ、もう一個はこのゴミを吸った後にこっち側に移してくれるんで、あ、こっちの手入れがそこまでいらんのんです。いいですね。で、そうか、スティッククリーナーって外したりしないといけないです。で、基本的にここにゴミが溜まってここの手入れがいりますから。はいはいはい。でこっち側の手入れがそんなにいらないのと、バッテリーがこれ差し込みなんですけど、ここ外せるんですよ。どういうことですか。ここでもう一個予備が充電しながらなんで、ここで予備を充電しながらもう一本ここでも充電して、だからなくなった時に付け替えができるんです。でも1本あたりがだいたい15分から20分ぐらいの持ちなんで、だからそれをうまく使い分けるような感じなんです。ちなみにこの子はどれぐらいなんですか。今ってこれが外せるんで、基本ここに差し込んだ状態でここで充電なんですよ、うんうんうん、でこれ1回あたりだいたい3時間半ぐらいでフルになるんですけど、はい、そこからだいたい連続使用で40分、うん、ただ強モードにすると5分程度ぐらいしか持たんですよ。強でやるともうなくなったら結局もう1回充電戻さんといけないんですよ。シャークはだいたい15分、そう、15分なんですよ。で15分から50分っていうのこれ2本合わせてなんですよ。そういうことか。そうです。昔のダイソーに比べてここは短いんですね。やっぱり日本人の手足に合わせた形にはだんだんなってきてるっていう。へえ、あ、ちょっと短くなって昔もうちょっと長かったんですよ。そうですけど、あとなんかライトみたいなのつきますか。あれはこれまた違うんですよ。いや、いいよいいよ。これ上なんです。え、でこれ一番上のはここがないんですよ、うん、あ、トリガーがない。まあ、じゃあダイソーの考え方は、うん、このタイプって使うてるときこう押すじゃないですか、うん、使わないでこの離して切れるんで、うん、バッテリーを有効活用するっていうのが一つ狙いだったらしいの。なるほど。だからこのボタンで、あ、ついた、中島でもう押してしまえばずっとつく。はい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 。これなんか個人的にライトどっちでもいいような気もするんだけど、一応これゴミを発見するセンサーでもあるんで、あ、うん、あ、なるほど。掃除機が、まあ、ゴミがこう見やすいっていうのもあるんですけど、こっち側からしたら、あ、まあまあまあ何もないよりは、そうか。今こうやって変えれるんだ。そう、変えれるんです。このエコモードから中に行って強に行く。でもう一回これを押して戻す。ただこの辺になると、ね、標準でだいたい60分1時間持つんですよ。え、あ、そんなに時間を持つんだ。ただでも今日でやると変わんないです、はい、だいたい5分程度。3位が今ダイソンで2位が日立なんですよ。2位が日立さん。日立さんはやっぱり軽さなんですよ、ね、あ、軽いっていうのが特徴、うん、え、これで充電するんですか。あ、これそうなんです。ここに今差し込んで、まあ、直にここに差し込む形です。やっぱり国内メーカーって自走式って言って前に自動的にこうアシストしてくれる、進んでくれるっていうのがすごい楽よ。勝手に動いてる。でもダイソンもあのヘッドが回るじゃないですか。それとは意味が違うんですか。違う。海外ってやっぱり土足だし、で砂とか、まあ、靴のままがある。で、はい、大体板、フローリングであっても絨毯ぐらい。だからどっちかというとメインは吸引力なんですよ。で、まあ、国内メーカーさんってやっぱりまあ靴を脱いで上がる。そうですね。で昔で言ったらまあ畳とか、畳もあるし、ああいうのでもちろん1階から2階、はい、でどうしてもやっぱ階段周りとかで考えるとやっぱ軽さを求めるっていうのが一番軽いのは。この子ですか。一番軽いのはこれと、ランキング外だけどもう1個パナさんとか、パナ
やっぱり軽いんですよ。おお軽い。 1.3 とかあるじゃないですか。 1.3 になるとものすごく軽い。やっぱり吸引力と、はい、もう一個はこの2つになると吸ったゴミ、さっきのシャークと一緒で吸ったゴミをこっち側に移してくれるっていうのが違い。でここに紙パック式になるんで、向こうのシャークは吸ったゴミっていうのはこうサイクロンなんで、うんうん、紙パックじゃなくて直にあのタンクの中に溜まる。こっちの操縦性にいけるんですね。そうそうそう、これはもう単純に手入れもこれを入れ替えて、でここもゴミはそんなに頻繁に取り替えんでもいいですから。普通紙パックの昔のああいうのって、はいはいはい、あの大きい掃除機のね、大きい掃除機は、はいはい、紙パックがある程度溜まってくると吸引力ってガクッと落ちるんですよ。溜まった状態だったらなおさらなんですけど、こっちは結局この本体はとはまた別ですから。そうですね、こっちがパンパンでもあんまり関係ないんです。はあ、ギリギリまで溜めて、ギリギリまで溜めることができる。そういうことか。なのでここのちょっと違いはある。でも消耗品は出るいうことか。そうだね、そうだ ね, ね、今これ吸ってるんですね。吸ってる、戻すと必ず吸ってくれる。使ったとみなして必ず吸ってくれるんで、あのダイソンのサイクロのゴミを捨てるの俺の役目じゃん。それがなくなると思うだけで幸せは幸せです。いやもう細いもんね、見た目がもうすごい。パナさんのタイプはこれなんですよ、うん、ここのブラシが普通どのメーカーさんも大体この1本じゃないですか、はあはあ、真ん中で曲がれてるんで、これ1個ずつが三角形になってるよ。はあ、はあ、じゃあ先に行くほどちょっと細くなってる。それが両側から来ている。要は髪の毛とかが絡んでも真ん中に寄っていくの。そうか、細い方へ細い方へ行きますもんね。そうそうそうで最終的になくなって吸ってくれるんだ。それを要はカビこう普通だったらこう密封状態になるんですよ。あ、そうですよね。だからここ壁こう来て、そう、うん、ほうほうほう。でもこの方がいいような気がするけど、でも穴の分っていうのは、うん、穴開いちゃってる。そう、この部分から吸う、ここから空気が入るんで吸うっていうのができるんですよ。前側から吸うんで壁際に持ってっても吸えるんですよ。あ、そうか。そうで吸えなくなっちゃうところが穴開いてるからフッて吸えるみたいな。あ、ごめんなさい、私掃除機なんですけど。そう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 、だから壁際まで吸えるっていうのが。へえ、壁際やっぱ残りがちですもんね。でも自走式っていうのとやっぱりまあそれなりやっぱりしっかり吸引力もあるし。ここ見ててよ、このゴミいくよ。はい、一回だけ。いやいやいや。あ、これ吸った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 。すいませんすいませんすいません、私の書き方が悪かったよ、はい、いや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 。これは充電がだから1個1個というか、まあ、内蔵バッテリーなんで、さっきの、うん、出た内蔵だ、内蔵じゃ内蔵なんですって言ったらもう何かあった時には今のダイソンと一緒に口を預かって。うわあ、そこか。結局掃除機の掃除をせねえけんっていうのが一番ネックな部分なんです。そうですよね。いや俺がやってるから。私だってやってるから。いや、やってないじゃん。やってるやってる、やってない、やってるよ。で、ある程度溜まった状態で掃除機かけるとやっぱり吸引力で